はい、どうも中山雅史です、今日は、クラブハウス内からお届けしているんですけれども、部屋を一つ貸し切りました。僕自身一人ということで、マスクは外させてもらいます。よろしくお願いします。いよいよ開幕が迫ってきました。まあ緊張感もこう高ぶってきてるんですけれども、僕自身が開幕に向けてやっていたということよもそうなんですけれども、試合前にやっていたことを、皆さんにこうお伝えできればいいかなと思っております。まあルーティーンというか験担ぎですね。験担ぎが多すぎてね、がんじがらめです。自分のその弱さだと思うんですけれども、それをやってれば大丈夫なんだっていう自信を持ちたい。で、それがどん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 増えていったっていうのは、それをした時にいい、結果が得られた。次もそれをやろう、これをやろうっていうことになったら、どん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 増えていってしまったんですよね。風呂入る時間とか、風呂に入ってる時間とか、そういうものを測ってはいたから、湯船に浸かるのは20分とかね、ちょっと長めに入ったりね、出てきて、で、まあ、奥さんと電話するっていうのは何時からじゃないとダメみたいな感じで僕も言ってたんで、向こうも相当気にはしてたと思いますね。ただ電話をしないっていうのもルーティーンから外れちゃう、験担ぎから外れちゃうんで、この時間には絶対電話はしなきゃいけないとかね、そんな使命感に駆られた電話っていうのは迷惑だと思うんですけれども、でもそれにちゃんと付き合ってくれたことに対しては感謝してますけどね。それはなぜかはわからないですけれども、スパイクを履くのも左からです。ソックスを履くのも左から、パンツを履くのも左から、で足首にバンテージとか巻いてたんですけれども、バンテージを巻くのも左から、ナイターのある時は昼間散歩するんですね。一人で散歩するんですけれども、その散歩してる時に蛇を見たんですよ。蛇を見たらね、点が取れたんですね。で、それから蛇を探すようになったんですけれども、なかなか蛇いないんだよね、これが。なかなか蛇いないんだよね、これが。で、川沿いを歩いてたら亀が、まあ甲羅越しっていうんですか、亀がいたんですよ。これ、今日どうなんだろうなと思ったら、その時も点取れたんです。で、だからそれからまた亀を探すようになったんですね。亀を探すようになったんですね。確か大阪に、行った時に天王寺に散歩に行ったんですよ。で、まあ池があるんで亀いるかなと思って池を覗いてみたんですね。そうしたらね、亀だらけ、とんでもない数の亀がいたわけですよ。あまりに多い数の亀を見たから、あんまりご利益はないなーって僕も薄々感じてましたし、その日の試合は行っても取れなかったような記憶がありますね。あとね、港に行ったりっていう時になんか生物を見るとね、いいことがあるんですよね。で、新潟で試合があった時に釣りをしていた人がいて、その人のバケツの中を見てみたら魚が3匹いたんですよ。その時にね、初めてハットトリックしたのかな。だからそれから魚をね、探そうと思ったけど、なかなか現実的に難しかったんで、まあなかなか魚が見れないままそのまま過ぎていってしまった時期はありますね。魚が3匹いたんですよ。まあ爬虫類であったり両生類であったりっていうものを見るとね、なんか自分がいいプレーができた、あるいはゴールができたっていう思い出はありますね。アジア第3代表決定戦でジョホールバル、マレーシアのジョホールバルというところでイランと対戦したんですけれども、その昼間にも散歩してるんですよね。で、結構あそこ亜熱帯だから爬虫類系が多くいるだろうなと期待を持って川沿いを歩いてたんですよね。そうしたらね、ものすごいでかいトカゲがいました。こんくらい、この画面いっぱいぐらいのトカゲがいたから、そういうトカゲを見たら、その日やはり先制点となる点が取れて、それをうちの奥さんにこう報告したわけですよね。トカゲ見たらさ、点取れたんだよねって言ったら、それをどう聞き間違えたのかどう理解したのか分かりませんけれども、それを人に伝えるときに、ゴンちゃんはね、試合前にね散歩してね、
ワニ見たらしいのよって、ワニいるわけないじゃん、そんなとこ俺歩くわけないじゃんっていうね、あまりにちょっと話が大きくなったんで、その辺は訂正しといてくれと言ったんですけれども、結構散歩するっていうのが、ナイターの時には日課になってましたし、そこで夏場だと一汗かいて、試合に臨むというものが自分の中で体をちょっと軽くしてくれるのかなっていう思いの中で散歩してましたね。やはり試合に持っていくパンツっていう勝負パンツがあったんですけれども、それを持っていかなきゃいけないのに、奥さんがちょっと洗濯し忘れてたんですよね。でもそれを持っていかなきゃいけないから濡れたまま持ってきました。まあちょっと半乾きだったけど、それを履いて寝ました。そして試合に臨みました。まあその時のね、成績どうだったかなっていうのはね、ちょっとそのでもその後もそのパンツ履き続けたってことは多分いい結果だったと思うんですよ。でシーズンでパンツを変えるんで、このパンツご苦労様って言って、新しいパンツで新しいシーズンを迎えるんですけれども、その開幕戦でうまくいかなかったら、もう変えます。そのパンツを変えます。そして去年のパンツを一回盗用することもあります。ちょっとその流れを組みたいなと思って、その去年のパンツの力を借りながらまた新しいパンツに移行していく。まあ、世代交代、パンツ交代というのかな、うまいこのパンツ交代をしていくことが自分の心をこう落ち着かせて試合に臨めるっていうところにつなげてた部分もありますね。まあ半分こじつけですけどね、うん、いろんな験担ぎがあってもうがんじがらめで大変でしたね、うん、ある日ね、散歩行こうと思ったらトシヤがロビーにいたんですよね。藤田トシヤ、あ、中村さん散歩行くの、じゃあ俺も行こうかなっていうような形でトシヤと一緒に散歩してたんですよね。その次の時にまたトシヤとロビーに会ったんですよ。そうしたら、あ、トシヤ俺散歩行くけどどうするって言ったら、あ、今日はいいやっていう、え、今日いいのって、その時その時の心境とコンディションで決めてるトシヤが強いなって思いました。だから僕自身はいろんなことがあって、いろんないいことがあると、それをどん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 それをやろうとして、それでがんじがらめになっているっていう、臨機応変に自分を変えられるトシヤが羨ましかったですね。でその験担ぎも多分あいつはしてないと思うんですよ。フィーリングでいろんな物事を決められたし行動できるっていうトシヤは本当に強いのかなっていう思いで僕は見てましたね。とりあえず今年の勝負パンツは決めたいと思いますね。色は赤ですよ、確実に赤です。赤で勝負です。あとはなんだろうな、そこまででも自分ががんじがらめになってもしょうがないのかなと思いながらも、自分がやれることをなんかしたいなと、自分がプレーできないしグラウンドには立てないんですけれども、そういう時に自分がなんかこれをしてたらいい感じでいったっていうものが得られたならば、得られるならば、それはしたいなと思いますよ。それが実際試合に、戦い方に変化を与えるわけではないんですけれども、それをすることによってチームがいい方向に向かったと自分が思いたいだけなのかもしれないんですけれども、そういうものを得たいなっていうのはありますね、うん、さあいよいよジュビロの戦いが始まります、ここからが本当に大事な戦いになるので、皆さんの力をジュビロにください。そしてその力を選手たちはしっかりと体にまといグラウンドの上で表現してくれるはずです。皆さんも勝負パンツ作ってみませんか。